皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もご常連さんからの最新ボード、マイニューギアしたということで、ご常連の杉さんからですね、今話題のフリーザトーンのですね、オーバードライブランドというですね、とってもお高い、オーバードライブ、こちらマイニューギアしたということで、早速ね投稿いただきました。誠にありがとうございます。ダンブル系のですね、ペダルということなんですけど、ダンブルアンプの音なんですよね。これを表現しているということ で今回公式の YouTube チャンネルの方にですね、その珍しいというかですね、希少なダンブルアンプの後期版、こちらをですね試奏されて動画で載っているので、ぜひチェックいただきたいのと、それからこのペダルを作ったきっかけというのを代表の林さんが述べられているんですけど、かなり気合入ってますですね。というのもですね、ダンブル系のペダルを林さん自身がですね、いろいろチェックされたそうなんですよね。そしたらダンブルアンプの持っているそのパワー感とか押し出し感を感じることができなかったとはっきり言ってるんですよね。他社製品というか名指しではないんですけど、世の中にあるダンブル系のペダル、ちょっとこれ違うんじゃないかということがきっかけで ご自分で作られたということなんですよね。ぜひとも YouTube の方もチェックいただきたいと思います。それから12月にね、一般バージョンも出るそうですので、杉さんまた、マイニューギアしたらですね、ぜひともまた投稿いただきたいと思います。大注目のダンブル系ペダル、オーバードライブランド、楽器店で試奏されてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。